法輪隆之の携帯しようぜ、法輪隆之の携帯しようぜ特別編 MWC 特別編、私今どこにいるかというとここにこの見えるなんかわかりますか、このなんか1枚だか2枚だかわからないこのディスプレイが並んでる、そうここはということで今 MWC の会場のファーウェイのブースに来ておりますが、やはり皆さん見たいものといえばやっぱりこの発表されたばかりの、Mate X だと思いますので、 5G 対応の折りたたみのスマートフォンですが、こちらをですねちょっと今から、ファーウェイブースに潜入してですね、なんとか物を見れないかというとお願いしてみたいと思います。ということでなんとかですね、無理やりという感じもありますが Mate X をちょっと今触らせていただきます。まずこれが本体閉じた状態なんですが、ちょっと外観を見てみるとこんな感じです。後ろから向けるとちゃんと自動的に切り替わってですね、後ろ側に少し一回り小さい画面が表示されます。でもう一回元に戻すと前の方もちゃんと大きい画面で表示されます。でもう一回後ろを見ていただけるとこの左ここにのまずボタンがあります。でこれを押すと開くんですが、上におなじみのライカカメラが入っておりますので、ちゃんとこれでセルフィーも撮れますし、なおかつ周りの風景も撮ることができるという感じになってます。じゃあこれでちょっとボタンを押してみるとパチッと開きます。でこの状態から開くとこれが背面なんですが、で表へ向けるとこんな感じですと。ということで非常に大きな、画面で何だろうこれみたいな感じのサイズでなりますけども、でちょうどこれはAndroid なのでこういう形で左右に、まあ、スクロールして見ることができました。こっち側、まあ、見れますということで、で、ちょっともう一回閉じていただいて、マップを表示してみましょうね。ここで今どこにいますかと。ここは実はバルセロナの、展示会場にいるわけですが、ここで見てますと。もうちょっと大きい画面で見たいなと思った時はさっきと同じようにしてボタンを押して広げるとじゃじゃーんということでさらに大きな画面で表示されるということになりますと。で戻る時はこれはいわゆるナビゲーションキーがないんですがジェスチャーでいきますんでこの形で閉じることができますと。で、次にもう一回じゃあ今度閉じていただいてまた今度はカメラを、はい、じゃあカメラを起動してみます。でカメラは、背中側についてますと。でこの状態でこっちへ向けてもらうと、ということでカメラ今背面が僕は見えてますけども、このカメラのちょうど今見えますけどここでカメラがありますね。これを僕を撮ってると。でこれを逆に向こうへ向けると、まあ、向こうの椅子とかが見えるという形になりますと。で、もう一回終了しますと。はい、ということでですねこんな形になっておりますと。ちなみに押し、もう一回開いていただいてこの薄さをちょっとですねぜひ見ていただくといいんですが、非常に実は薄い、何でしょうこの薄さみたいな感じなんですが、でこっち側にいわゆるバーの部分があって USB の Type-C の、コネクタがあってここから充電ができますという形になっておりますが、なかなかどうしてどうしてかっこいいじゃございませんか。はい、ということでですね、さて日本で出るのかどうかは分かりませんが、まずは第一報の速報ということでですね、Mate X、ファーウェイの Mate X をちょっとご紹介いたしました。なお協力は、携帯ウォッチ編集長の湯野さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そんなわけでですね、実況を見てきましたけれども、まあ、なかなかすごい出来でですね、まあ、カチッと開くところもすごいですけれども、ちゃんとそれに連動してね、アプリが切り替わったりとかですね、構造的にもデザイン的にもなかなかよく考えられた、まあ、新しい時代へ向けての、まあ、スマートフォンというのか新ジャンル端末というのかちょっとよく分かりませんが、まだ日本で出るかどうかも全く分からないお話なので、もしかしたら、ね、これが見納めだったらちょっと悲しいかもしれませんけど、ぜひ皆さんに応援していただいて、発売日本でなんとか出るようにですね、応援できればと思います。また詳細な情報は帰国にですね、MWC の特集をお送りしたいと思います。そちらもご期待いただければと思います。